んばんは。こんばんは。皆さん、15年前のある事件を思い出してください。そして考えてみてください。ちょうど元号が平成に切り替わって間もない1989年の1月、東京江東区の埋め立て地で一人の女子高校生の遺体が発見されました。冷たい海風の吹くこの場所で、その女子高校生はなんとコンクリートに固められていました。世に言う女子高校生コンクリート詰め殺人事件です。なんと被害者は犯人の家に40日間にも及んで監禁され、筆舌に尽くしがたい蹂躙の末に殺害されました。実刑判決を受けたのは当時16歳から18歳だった少年4人です。そのうち当時17歳だった準主犯格の少年は8年間服役し、5年前に出所しました。しかし今年の5月です。33歳になっていたその少年男はまた別な事件を起こしてしまいました。今日その初公判が開かれました。その男はどうしてまた再び犯罪を起こしてしまったんでしょうか。我々のテレビカメラの前でその男の母親が語りました。長い VTR になりますが、どうか最後までご覧ください。なおその男の名前は未成年児の犯罪を扱うために匿名とさせていただきます。午前10時、東京地裁には朝から傍聴券を求める人が大勢詰めかけた。知人の男性を監禁し、怪我をさせたとして逮捕監禁致傷の罪に問われた被告の初公判。頭を短く刈り上げた男は法廷に入ると傍聴席を一度見回した。そして監禁はしていなく話をしていただけだとして起訴事実を一部否認した。男は1989年に東京都足立区で起きた女子高生コンクリート詰め殺人事件で有罪判決を受けた準主犯格の少年だった。あれから15年、加害者の実の母親がカメラの前で語った。コンクリート詰め殺人事件のこと、出所後の生活、再び罪を犯した息子について。私にごめんなさいって一言言っただけです。自分が出たら仕事しなくてもいいように、力仕事でも何でもするから、悪かった。顔は申し訳ない顔してました。私を顔見るなり。拘置所から届いた加害者の手紙、男が自ら語った事件とは。サントリー、ソニーアメリカンファミリー生命がお送りします。5月19日午前2時、東京足立区に住む男性が自宅に戻った時だった。一人の男が車から降りてきて、いきなり殴りかかった。女取っただろう、女知ってんだろう、隠してんだろう、ヤクザ舐めんなよって、何十発か殴られて。男性は男の車のトランクに詰め込まれた。車が向かった先は埼玉県三郷市のあるスナック。そこではもう誰も見てないわけなんで、何十発っても殴られ続けて、一人殺そうが二人殺そうが一緒なんだって。もう人殺す顔ってこういう顔なんだなって。4時間後に解放された男性はその足で警察に駆け込んだ。およそ2週間後男が逮捕される。二人は知り合いで、男は以前被害者の男性にこう語っていたという。一方的になんか話し始めて、その綾瀬の事件を話し始めたんですね。俺はすごいだろうって自慢するような口調で。
綾瀬の事件。それは女子高生コンクリート詰め殺人事件のことだった。1989年1月、東京江東区の埋め立て地でコンクリート詰めにされた女性の遺体が発見される。被害者は埼玉県三郷市に住む17歳の女子高校生だった。逮捕されたのは当時16歳から18歳の少年。強姦目的で通りがかりの女子高生を連れ去り、40日にわたり足立区綾瀬の自宅に監禁し殺したのだった。裁判では4人の少年が実刑判決を受ける。準主犯格の少年は最終意見陳述で涙ながらにこう述べた。被害者の女性がどれだけ熱かったか、どれだけ痛かったか、一生謝っても謝りきれない。僕の一生をかけても償っていきたい。少年たちはここで壮絶な暴行を加えていた。連日に及ぶ強姦、顔面や体を殴りつける、ライターで皮膚を炙る、食事を取らせない、そして遺体をドラム缶に入れて捨てたのだった。謝罪とかですね、償いの、まあ、気持ちとかっていうのは、住所も引っ越されちゃって、だから気持ちとしてはいつも忘れることができないですけど、何もできない状態、自分の中では一生背負っていかなきゃならない。更生を誓った息子が15年後再び罪を犯した。ショックでした。なぜそんなことやったのかな、今さらいい年なのになんでそういうことをしたんだろうっていうふうに感じました。父親は3歳の時に愛人を作って家を出て行った。母親は2人の子供を育てるために夜の仕事に就く。家族揃って食卓を囲んだ記憶はないという。確かにお父さんがいなくてもお母さんがいなくてもよく育つ子は育ってるかもしれないです。でもあの子には父親が必要だったんじゃないかなって思ってます。少年は奈良にある少年刑務所に収容された。更生に重点を置く少年院と違い、少年刑務所は刑罰を与える場である。母親が差し入れたドストエフスキーを読んだり、被害者の冥福を祈り写経をしていたという。その後成人の刑務所に移され、28歳の時に出所。いや、迎えに来てると思わなかったみたいですけど、もう子供みたいな感じで、前に戻ったような感じで、もうはしゃいで出てきたっていう感じに見えましたけど。出所してから半年後、男は弁護士の紹介でコンピューター関係の派遣の仕事をするようになる。更生に向けたスタートは順調かに見えた。出る前からいつ帰ってくるんだってその社長さんが待っててくださって、コンピューターの会社行ってる時もすごい真面目に行ってました。もう早く寝て自分は行かなきゃいけない、2時間ぐらいかかるんですよ、コンピューターの会社の仕事行くのに。だいたい遠いところが多いもんですから、そうすると本当に遅刻しないで真面目に行ってた。やっぱし習ってきた ところでは自分が足んなくて、自分なりに勉強してました。本を買ってきて。だが母親にとってある不安が常につきまとっていた。木っていうか張り巡らしてました、だから新聞やなんかのニュース見ると、背格好
服装いないとすごい心配でした。他の事件でも疑ってかかっちゃう時もあります。つまり息子さんがやったんじゃないかと。そうですね、そういうふうに思って見る時もあります。4年前に母親を取材した時のノート。出所から1年、この時すでに母親は不安を漏らしていた。事件についても話してないです。お互いの暗黙のうちの。それはどうしてですか。息子にとっても自分の心の中で思ってることだと思いますし、私の中でも心で思ってることであって、言ってほじくり出してまともな会話になる時もあるかもしれないけど、やっぱし自分の言われたくない時ってありますよね。だが本人にとって事件は常に心の片隅にあり続けたようだ。自分の事件の本を読んだりしてましたから。で、何かビデオも出たのも見てますね。その事件のビデオがビデオショップから借りてきて、で内容は違うよって一言言ってましたけど。男は歌舞伎町の店で働いていた年上の中国人女性と結婚した。しかし2年余りで破局、再び実家に戻る。彼女と別れてかな、結婚して子供でも作って普通の生活したらって言ったら、事件の子供って言われるから無理でしょうって本人は言ってました。それに対してお母さんはどう思いました。それきり何も言えませんでした。熱心に打ち込んでいた仕事もあることが理由で辞めてしまう。出所後、男と付き合いがあった弁護士はこう話す。やはり被害妄想だったかなと思います。と言いますのは、その本当は職場の人たちは彼の氏素性を誰も知らないはずなのに、自分のことを知っているから自分に辛く当たるんだというようなことを言って人間関係がギクシャクしてきたんですね。10年に及ぶ刑務所生活で男には抗菌反応による被害妄想が現れていた。刑務所の中で、きちんとした治療は受けさせてもらえませんでした。2番目の職場を見つけるも給料の未払いというトラブルが起きる。その時ある人物との出会いがきっかけで男の人生は再び大きく変わっていったと母親は言う。 S 氏はヤクザだったんで、当たりがいい人だったんで、最初くっついていっちゃいまして。給料の未払いを聞いた母親が知り合いの H 氏に相談。その H 氏が連れてきたのが山口組系暴力団組長の S 氏だった。男は次第にその S 氏と付き合いを深めていく。息子さんを止めようとはしなかったんですか。私が止めても難しいなっていう、本人の判断に任せようっていう気持ちでいました。事件のことについてはその人は知ってたんですか。本人が言ったみたいです。本人が言ったところ、連れま歩いてる時に、こいつはコンクリの人殺したやつだよってみんなに言いふらしてたらしいです。それは本人が言ってました。どこに飲みに行ってもそういう言い方をすると。本人は嫌そうな感じです。はい、誰もいないから
誘われると言ってたみたいです。誰もいないっていうのは友達がいないから。友達っていうのはできなかったんですか？できなかったです。これは息子から来た手紙です。小菅に入ってから息子から来た手紙なんですが。15年前、世間を震撼させた女子高生コンクリート詰め殺人事件。再び罪を犯した男から母親宛に手紙が届いた。前略、面会や差し入れありがとう。今回のことは本当に申し訳ないと思っています。他人の責任で自分の仕事ができなくなる悔しさは私も十分にわかる。事件のことも考えている。度が過ぎたことを後悔してる。男によれば、暴力団組長 S 氏の正式な組員になったのは去年の12月だという。その後 S 氏が男に上納金を要求したことに反発、今年5月8日 S 氏を殴り組を抜けたとしている。8日後の5月16日、ある事件が起きる。浅草の三社祭りで暴力団組長の S 氏が喧嘩に巻き込まれた。その時男は近くにいたが、組から抜けていたこともあり S 氏を助けることはなかったという。その際、今回の事件の被害者に男はこう言われたという。いけなかったじゃないですか。つまりおじけづいたと揶揄されたというのだ。今回の被害者はが面倒を見ていた若い衆なんだよ。敵屋だな。被害届を出したぐらいから花屋の店員になっているらしい。男は被害者の言葉がきっかけで思わず暴力を振るったとしている。しかし被害者も雇い主も男の主張を否定している。なんで行かなかったんですかとかってはないですよ。だからその見てたとかっていう話も、でも自分はその子供たちにラムネを抜いてあげたりだとかジュースを配ってあげたりだとかそういうことをしてたんで見てないんですよね。自分は花屋なんで、なんでその自分までヤクザ扱いするんですかって。男は面会に訪れた母親に対して訴えた。一人殺すも二人殺すも一緒だって、そんなこと言ったの？言ったら、言ってないよって言ってました。事件発覚後、母は自宅を出て知り合いの家を転々としている。何が足りなかったと思いますか？事件のことに触れなかったことが、私はそれが息子に対して分かってることだと思ったんですが、それがまだ分かりきってなかったのかなとも感じます。分かりきってないっていうのは、自分の感情に踏まえて自分を忘れちゃってることを教えてあげなきゃいけないな。どうすればできますか？に言ったらいいでしょ。亡くなった被害者の方、はい、あるいは遺族の方の立場になって考えてみたらどうですか？遺族だったら死んでもらいたいっていうのは
それっきり思わないじゃないですか。その子が帰ってくるわけじゃないですから。また同じ被害者ができてたり、あるいはまた事件を繰り返したりしたことに対して遺族がとても悲しんでいるというふうには考えないですか。辛く思ってらっしゃると思います。これから事件を犯さないように自分を戒めていかなきゃならないではないかと思ってます。できますか。やっていこうと思ってます。被害者の遺族に対して詫びるとしたらどういう言葉がありますか。ごめんなさいの一言です。この男を本気で更生させようと考えた人間がいただろうかと思います。中途半端な助けでは更生などできないと思います。加藤さん、再犯、出所してきて再び犯罪を起こしてしまうというケースがかなり多いというふうに感じるんですけれども。そうですね。それで少年法の見直し論議も活発になってますよね。その論点の一つが加害者の人権重視、その一方で被害者の人権はどうなっているのかというのがありますよね。だから被害者側からもう次の被害者を作んないでくれっていう切実な声も出てますよね。ただもう一方で、この更生施設の問題、果たして本当に更生できる確率がどのくらいあるだろうかというのも問題ですね。今 VTR 見てて2つ考えたんですけどもね、1つは罪が重かったから少年刑務所行きましたよね。だから少年院なんかに比べると教育とか更生っていう面よりもやっぱり刑罰としての服役が重視されるところですよね。今後はやっぱり少年刑務所でも更生プログラムをこう強化充実する必要があるんじゃないかということが一つ。それから更生で成果を上げた後にも問題があると。だから戻っていくそこの環境がどうなのかっていうのがものすごい重要だと思うんですよね。そうですね。現実的にはよく言われるようにとにかく刑が、に服したらすぐ出て行ってもらう、次なる犯罪者が入ってくるから刑務所は満杯だ、よく耳にしますよね、そういう話をね。そしてもう一つ思うことは親と子供が逃げずに本当に向き合うということ、これが実に大切で難しいんだということも考えました。一旦コマーシャルです。